じゃあ始めさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。ではですね、まずはじめに、今年4月に施行された、神奈川県公的施設における受動喫煙防止条例なんですけれども、簡単に改めて、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。これは、室内における、喫煙に関する規制を、定めた日本で初めての条例です。で、基本的にお客様がいらっしゃるような施設が全て規制の対象になっておりまして、でそういった施設を2つに分けてですね、規制をかけております。で病院とかですね、学校、それから公共交通機関、社会福祉施設など、そういった比較的、公共性の高いものとかですね、誰もが利用するような施設、こういったところは第一種施設として原則として禁煙としていただく。それから、飲食店ですとかホテル、旅館、また理美容店、その他のサービス業ですね、そういったところに関しては第2種施設としまして、禁煙または分煙を選択していただくといったような内容になっています。で主にはやはり、施設管理者の皆様に、基本的には、いろいろとその義務をかけさせていただいておりまして、禁煙または分煙の措置を講じていただくですとか、お店の入り口にきちんと表示を貼っていただくことですとか、あとタバコの煙があるところには、未成年の方を、たとえ親御さんがいらっしゃっても、そういった場所には立ち入らせないようにするといったようなことをですね、規定しております。こういった条例でございます。実際施行されましてから半年以上経ったんですけれども、はいはい、来年、罰則適用というタイミングを迎えるにあたって、現状ですね、第1種施設、第2種施設の反応や対策といったところはどんなご状況なんでしょうか。はい、条例が施行、今年の4月に施行されまして、半年以上経ったというところなんですが、第1種施設と呼んでおりますところは、基本的にはもう条例の施行される前からですね、禁煙になっているところが多かったわけですね。学校、病院とかですね、公共交通機関などは、基本的には条例がスタートする前から禁煙だったものですから、そういったところはほとんどもうすでに禁煙になります。で第2種施設に関しましてはですね、今県が行っております個別訪問といいまして、一軒一軒のお店をですね、回って、県の職員がですね、回りましてですね、条例の内容をお知らせしたりとか、あとステッカーをお配りしたりしてるんですが、そういった中で、回ったお店のうちですね、大体8割ぐらいのお店がですね、もうすでに対応済みだということで、禁煙分煙をもう措置されていらっしゃるといったような状況でございます。また大手さんと中小事業者さんでの違いなんですけども、やはり大手さんの方はですね、比較的早い対応されているところが多いというふうに思います。禁煙されている飲食店の方で、当初戸惑いというか、はい、そういうのを感じられてたお店とかはあるんでしょうか。条例が、スタートしてすぐに対応したというところを、あったし、中には条例が施行される前からもう県内の全店を禁煙にされたというのは大手のですね、ファーストフードのお店とございましたけれども、二種施設に関しましては罰則適用が来年の4月1日からですね、平成23年の4月1日からの、スタートになりますので、事業者の中にはその来年の、4月1日までの間に、対応すればいいというふうにお考えになっていらっしゃった方の中にいらっしゃったようですが、基本的にはこの4月1日から条例がスタートしておりますので、対応していただく必要がございますが、他のですね、同業他社さんの、様子見なんていう方も中にはいらっしゃるようですね。ただやっぱりそういった中であっても8割が対応され済みだというような、現状でございますので、だんだん世の中の流れがですね、そういうその、禁煙、分煙、きちんとしたそのルールのもとに、対応するといったようなことが流れになってきてますので、皆さんそのですね、見極めて対応してらっしゃると。
先ほどのステッカーをお配りになったりということで回られているという話があったんですけれども、はい、その他にその条例の周知のために活動していらっしゃる内容っていうのは教えていただけますか。はい、ちょっと先ほども触れさせていただいたんですが、県の職員がですね、県内の、主に外食産業の中心なんですけども、商店街とその外食産業ですか、サービス業を中心にですね、一軒一軒のお店を回らさせていただいています。我々個別訪問と呼んでおりますけども、これは条例に基づくような指導を行うのではなくてですね、あくまでもその条例の内容を、知っていただくと、やはり条例の内容を知っていただいて、児童喫煙防止対策というものが、必要なんだということを認識していただくというのがまず肝心でございますのでね、それを丹念に今年度、昨年度からですね、説明会を開催したりとか、で今年度に入りましては、個別訪問という形で一軒一軒お店を回らさせていただいている状況です。今後もそれは引き続きされていく。そうですね、はい、基本的にやっぱりその取り締まりというよりはやっぱり普及啓発でですね、皆さんにご理解いただいて取り組んでいただくというのが基本だというふうに考えております。ではですね、市民の方から条例への問い合わせというのは、1日大体 どれぐらいの件数あるご状況でしょうか。はい、これまでのところですね、条例がスタートしてから7ヶ月間の間に、およそ2600件ですね、1ヶ月あたり300件超えのお問い合わせをいただいているということですから、1日平均すると大体10件以上の、お問い合わせというような割合になってますね。その中には、ご意見だったりとかっていったところもあるんでしょうか。はい、条例に対する。そうですね、条例そのものに対する、賛成反対というような意見、もちろんあるんですけども、最近はやはり未対応のお店がね、あるよといったような情報を、我々に、教えていただいているようなものも結構寄せられてます。住民の方から飲食店、ね、ここが対応できてないという情報を提供されて、そうですね、ですからやっぱり県民の皆さんが自分で行ったお店がね、何もやってなかったと、どういうことなんだというようなことでですね、お問い合わせをいただくようなものがやはり中心ですよね。そういったお問い合わせが入った場合はどういうふうにご対応されていらっしゃるんですか。そうですね、基本的にお店の名前とかですね、所在地が分かりましたら、電話番号を調べられる範囲で調べましてですね、今大抵その電話番号と調べれば、ネットで簡単に分かりますので、そういった情報をもとにしてですね、まずお電話させていただいて、こういう通報が入ったんですけども、状況をお教えくださいといったようなことですね、現状の確認をまずさせていただいて、でそこで対応するおつもりがあってもやり方がわからないとかですね、条例の内容がわからないのでどうしていいかわからないといったようなお話をいただければ、我々の方でですね、分園等に関するその無料のですねアドバイスをさせていただく制度というのを作っておりまして、専門知識をお持ちになった方に、アドバイザーとしてですね、お店にお伺いさせていただいて、で、図面等を見ながら、こういうふうに運営したらいいんじゃないですかとかですね、そういったアドバイスができるような体制を整えております。でまた資金的に難しいというようなお話がございますれば、県としてですね、これは中小企業の方対象なんですが、定理の融資制度、分園をやりたいような場合の定理の融資制度というのを設けております。でなおかつその定理の融資制度で融資を受けた場合の、利子の半分をですね、県の方で、補助いたしますといったような、支援制度も設けておりますので、こちらもご案内してですね、ご活用いただくような対応を取っております。ちょっと今の話と近いんですけれども、条例を遵守していない施設があった場合は、どういうようなご対応をされていらっしゃるんでしょうか。そうですね、これは条例で、違反さを
した施設に対するその手続きというのを定めておりまして、まずあの指導勧告ですね、まあ現地に行って結びさせていただいて、で、まあ、対応していただけるようにお願いをしてですね、でそれで対応できないということであれば、まあ、勧告というような形でいついつまでに対応してくださいといったようなお話をさせていただくと、なおかつ、それでも対応いただけない場合は、行政処分にあたります、まあ、命令をですね出させていただくと、まあ、これも期限を切っていついつまでに対応することを命ずるというような文書をですねお出しさせていただくと、でそれでも対応していただけない場合は、まあ、過料処分といいまして、まあ、行政罰ではありますが、お金を徴収する、罰則をですね設けております。これはあの施設管理者の方に対しましては5万円以下の過料といったような規定になっておりまして、違反が改善されない場合はそういった過料を徴収させていただくということですね。でまたですね、この条例では指導勧告をしても、改善していただけない場合はその施設の名称ですとか所在地等に関しまして、まあ、公表させていただくというような、仕組みも作っております。これは特徴的なのが、まあ、通常その規制的な条例の場合ですと過料最後の罰則をかけた後でそのペナルティの意味でですね公表というものをするパターンが多いんですが、この持続性防止条例においては指導勧告にというですね比較的早い段階で、まあ、改善されないような施設に関しては、その所在とかですね施設の名称を、まあ、公表することができるということになっておりますので、まあ、これはどういう趣旨かといいますと、県民の方にこの施設に行きますと自動喫煙に遭ってしまいますよということを、まあ、情報提供させていただくという意味で、まあ、公表というものを置いております。ちなみに公表というのはどこの場で公表されるものなんでしょうか。はい、そう基本的には県の広報といいまして、まあ、国で言いますと官報ですよね、そういった意味に当たるものがあるんですが、まあ、基本はそちらの広報に、掲載するような形で載せさせていただくといったような形をとります。次なんですけれども、神奈川県の自治体以外でですね、はい、こうした自治体で受動喫煙防止のための条例を作って進めている自治体が、はい、まあ、ちらほらあると思うんですけれども、把握していらっしゃる自治体はどういったところがありますか。そうですね、今一番具体的に、はい、話が進んでいらっしゃるのは、まあ、兵庫県さんが、かなりその具体的に話を進めていらっしゃるようです。もう検討委員会を立ち上げましてね、専門家の方を集めた検討委員会を立ち上げまして、条例化を見据えた、まあ、調査ですとかね、検討を進めていらっしゃいますし、あとですね、まだ具体的に条例化という話には至ってはいないんですが、静岡県さんですとか、あとは、京都府さんなんかもですね、検討を行っているというふうに伺っております。また市町村レベルなんですが、千葉県にあります流山市さんですね、こちらの、流山市さんの方では、現在パブリックコメントを実施しておりますが、市としての自動喫煙防止条例というのを策定してですね、まあ、神奈川の条例では対象にしておりませんが、公園ですね、こういったものも含めて、規制を加えていこうといったような、条例を作ろうとされているようです。今挙げていただいた自治体などではですね、はい、やはり神奈川県のケースがモデルケースとなって、かなりお手本にされるんじゃないかなと思うんですが、はい、そのあたりのところ何か聞いていらっしゃることはありますか。まあ、そうですね、やはりその例えば兵庫県さんで言いますと、我々の条例をベースにしまして、さらにもう一歩踏み込んだ条例を作ろうとしていらっしゃるようですね。神奈川の条例ではですね、基本的に職域というのは労働安全衛生法の規制が曲がりなりにもありますので、そちらに規制は委ねていましてですね、ですから例えば飲食店で言いますとバックヤード部分ですね、厨房ですとか事務室とか更衣室、こういったところはですねお客さんが立ち入るエリアではありませんから、条例の規制は直接はかからないんですけども、
兵庫県さんの条例のお考えっていうのはですね、そういったバックヤード部分も含めて規制の対象にしようかといったような検討をされているようです。ただ我々の条例をベースにさらにもうちょっと範囲を拡大するとかですね、踏み込んだ議論もされているようです。ではですね、次なんですけれども、自治体、逆に自治体以外で国の、はい、受動喫煙防止条例の対策を考えている団体であるとか、はい、そういったところをご存知はでしょうか。まあ、そうですね、やはり国の方がですね、まあ、いろいろと動きが活発化してきておりまして、まあ、今年に入りましてですね、2月の末にですね、厚生労働省の健康局というところがですね、まあ、通知を自治体向けに出したんですけども、それはまあ健康増進法という法律のまあ解釈の通知になりますが、その通知では、まあ不特定多数のものが出入りするような施設に関しては原則として禁煙とするようにといったようなですね、通達を出しました。でそれから、遅れること3ヶ月後ぐらいなんですが、今年の5月にですね、同じく厚生労働省の今度は労働安全衛生の方の分野なんですが、労働安全衛生法の改正を睨んだですね、動きが出てきまして、要はですね、職場、我々神奈川県の条例では規制対象にしていない職場ですね、こういったところを、規制していくといったような動きが出てきておりまして、現在その労働安全衛生審議会ですか、そちらの分科会の方で議論を重ねておりますが、来年のですね、労働安全衛生法の改正を、まあ、視野に入れながら検討しているようです。でもしその法律が改正されますとですね、まあ、どういった形で、最後は改正されるかまだわからないんですけども、仮にもし、職場での自動喫煙防止対策、今は、まあ、努力義務のような形になっているんですが、これが義務化されるとですね、およそ職場と言っているもの、我々の条例ではですね、工場だとか、一般のお客さんが入らないオフィスも、これは職場ですから条例の規制の対象にはしていないんですけども、そういったところも規制の対象に入ってきますし、で先ほど申し上げたように外食産業の厨房部分ですとか事務室とか更衣室、こういったところもですね、職場にでということでですね、規制の網がかかってくると、そういったところでは原則として禁煙とするというような、まあ、義務が課される可能性がありますので、そうしますと、まあ、神奈川県の条例よりははるかに厳しい内容になります。また当然のことながら、飲食店で のお客さんが入るフロアの部分に関しても、そこで働いている従業員の方にとっては、まあ、職場ですから、そこにおける、そういったところにおけるその規制もですね、義務としてかかってくる可能性がありますので、そうすると、もう日本全国一律ですね、およそ職場と言っているところは、持続喫煙防止対策といったような網がかかってくるようなことになると思います。神奈川県が認めていらっしゃる分煙対策といったものはどういったものになるんでしょうか。はいはい、そうですね、神奈川県の条例では、我々分煙基準というのを取りますが、条例の施行規則でですね、分煙の方法について規定しておりましてですね、今までそのこの条例ができるまではただ席を分けただけの分煙というのもまあ、割と普通にあったんですけども、この条例ではそういった分煙では、ダメでですね、きちんと空間を分けて、まあ、昔は空間分煙といった、まあ、完全分煙とか空間分煙といったような名称で呼んでいた分煙なんですが、きちんと空間を分けていただくと、禁煙のエリアと喫煙のエリアを分けていただいて、そこに壁を作っていただくということと、あと、喫煙席の方ですね、そちらに排気設備、屋外に排気する排気設備を設けてくださいといったような、規定になっております。まあ、原則はやはり換気ですね、換気を原則にするということですね。でなおかつその喫煙のエリアと禁煙のエリア その境界に常に空いている、まあ、人の出入りが当然ございますから、
そういったところが常に空いている状態、まあ、開口部分があるというふうに条例上呼んでおりますが、そういったものがある場合には禁煙のエリアから喫煙のエリアに向かって毎秒 0.2 メートル以上の空気の流れを作ってくださいといったような規定になっています。でこういう空気の流れを作るにはですね、ある程度のまとまった、排気量が必要になってまいりますので、それは開口部分の面積の大きさによって、同じ排気量でしたら開口部分の面積の大きさによってその風速というのが決まってまいりますので、そこはよくそのお店の構造ですとかね、既存 の, その排気設備の能力等を勘案して対応していただくような形ですね。でまたですね、この条例では、喫煙所というものを設置することもできるような規定になっておりまして、これは喫煙所というのは何かと言いますと、タバコを吸うためだけの場所、そのお店のサービスを受けられないけれどもタバコを吸うことをもっぱら目的としたそのスペースですね、いわゆる喫煙室とか喫煙ルームと呼んでいるものですが、こういったものは一種施設でも二種施設でも設置が可能です。でそういった場合でもやはり今申し上げたような分煙基準というのは満たしていただく必要があるんですが、そうですね、喫煙所を作るといった方が、導入コストとかですね、ランニングコスト的にも比較的、安く対応できるような、形になっていると思います。はい、あとすみません、もうちょっと少し戻ってしまうんですけれども、はい、先ほど罰則のお話がありました際に、はいはい、今の現状では、指導勧告その後、行政処分といった流れだと思うんですが、はい、来年の、実際に罰則適用後になった場合はその流れというのは変わるんでしょうか。それはね、変わりはないですね。基本は、その先ほど申し上げたような指導勧告命令罰則といったような流れになっています。はい、来年その適用に罰則適用に向けて何か、調査を強化されるといったようなことはあるんでしょうか。はい、今まで通り の, ペースでやっていこうと思ってますが、何分限られた人でですねやっておりますので、今もかなり積極的にですねお店を回らさせていただいておるんですが、来年度以降はですね、主に第二種施設さんをやはり罰則適用が始まりますのでね、重点的にってことはないんですけども、やはり今までも第二種施設さんを中心に回らさせていただいてますので、そういったところを中心に回っていこうかなというふうには考えているということです。今回ですね、条例の普及にあたりいろいろなポスターやチラシを作っていらっしゃると伺ったんですけれども、はいはい、少しご紹介していただけますでしょうか。そうですね、条例の普及啓発のためにいろいろなチラシだとか、ポスターを作っているんですけれども、今日ちょっと特にご紹介したいのはですね、こちらなんですが、未成年のお客様は禁煙席をご利用くださいということで、今作ったばかりの、チラシでございます。これはどういったことで目的で作ったかといいますと、やはり飲食店でも条例の内容は大体ご理解いただいてるんですが、まだお子さん連れのお客様に対するその対応というのがまだその一部でですね、きちんと対応されていないような事例が見受けられるといったような通報等ございましたので、これをですね作りまして、個別訪問の際にお配りさせていただこうかなというふうに考えています。これは裏面を見ますとですね、タバコの煙があるエリアに、未成年者を立ち入らせないようにしてくださいと、これはお店の方に対して、かかっている義務なんですが、そういった内容をですねお知らせする内容になっています。でまた下の方は、自動喫煙による健康への悪影響、特にお子さんの場合こういった影響がありますよといったようなことが書いてあります。で表に、行きますと、こういうですね赤い字で大きく書いてありますが、これをですねお店の入り口にこう貼っていただくというふうにしますと、
お店の方がそのなぜお子さんをですね喫煙席に座らせてはいけないか、でたとえ親御さんが一緒でも喫煙席の方には座れないということをですね、こちらを表示していただくことで、まあ、お客様へ簡単にご説明していただける、まあ、神奈川の条例ができたのでお子さん連れの場合は、喫煙席には座れませんよといったようなことをですね簡単にお知らせすることができるような内容になっています。ですのでこれをですね個別訪問で受け取りましたらですね、もうお店の入り口にちょっと貼っていただいてですね、お客さんがまあいらっしゃった時にお知らせいただければなというふうに考えております。はい、今後ろにポスターがいろいろと貼ってあるんですけれども、はい、そのポスターも同じように普及のために作られて、はい、ちょっとこっちまずお使いましょうか。はい、条例が自体を、まあ、お知らせするために作ったちょっとケバケバしい黄色いポスターなんですけど、まあ、吸わない人には吸わせないっていうキャッチフレーズでですね条例が始まりますよということをお知らせする内容です。でこのキャラクターが、まあ、スワン像というふうに呼んでおりますが、まあ、像とスワンでスワン像なんですけども、そういうことでですねこういうキャラクターを使いましてスモークフリーといった取り組みを、まあ、神奈川から広げていこうということで作ったポスターでございます。こちらはですね、まあ、あなたの煙は大切な人を傷つけていませんかということで、キャッチコピーで作ったポスターなんですが、これは実はですねキルト剣士といいまして、東京、埼玉、千葉、神奈川と、その、4都県に含まれております政令市ですね、横浜市、川崎市、埼玉市、千葉市ですね、相模原市、それで5つの、市とですね4つの都県市が一緒になりまして、こういうですね普及啓発の、キャンペーン用のポスターを作りました。ですからまあ、神奈川だけじゃなくてですね、首都圏で足並みを揃えて持続喫煙防止対策を進めていこうということで、旧都県市首脳サミットといいましてですね、まあ、知事や市長さんたちが集まる会議があるんですが、そこでこういったキャンペーンをやりましょうといったような、合意がなされたことから、我々としてこういったものを作りましてですね、駅ですとか、県の施設だとかそういったところに貼って皆さんにお知らせしているところでございます。